ビネスダークのハビネスです。想定攻略の様子やっていきます。みんなで使おうテネタフラックスライフル。これめちゃくちゃ強いなこの武器いやすごいびっくりですよ本当に。あの切断とかもね、あの付与しちゃうともうちょっと当てただけではい次みたいな戦いがねできるので、まああの実地で使っているのはね、ソーティーちょっとメインで使いましたけれども、あの非常に強力で使ってて楽しい武器でしたね。でさらには俺の大好きなエナージャイドミューテーション、かなりヘルミンスの中で一番お世話になってるアビリティかもしれないんだけど、これね、まあこれを使ってね、より一層多くの弾を相手に当てようという感じです。まあロアとかね、まあそういったライノに持たせたりだとか、まあそういうことしたらもっと違うように光るんだろうけど、まあこいつの本来持っているそのねポテンシャルというか能力でね勝負するっていう意味では、でしかもそのプライマリセカンダリの弱点はいつも言うようにリロードが弱点だったりするので、まあそこを潰してあげると、より一層使いやすい武器になるよねっていうところで、これを選んでますね。ただまあ別にリロード速度も別に申し分ないわけじゃないんだけど、俺がいっぱい撃ちたいってヒャッハーになりたいだけだったんでまあこれ本当にね、あの撃ちやすすぎて、しかも撃ってて楽しい、心地いいんだよね。うん、これは俺だけの感覚じゃないと思うんだけど、あの撃ちやすすぎる弾ってその気づいたらあめっちゃ撃ってるみたいなでもっと撃って敵を倒したいとか、まあそういうちょっと思考働くんで、まあこの武器はねそれをさせてくれるあのいい武器ですね。鋼とかでも十分通用するんじゃないですかね。まあ一応ね、あのビルド紹介動画っていうのも作っているので、まあそちらもね、参考にしてもらえると嬉しいなと思いますけれども、まあ今後ねちょっと鋼とか、まあまたちょっと生放送とか再開した時にはこれの魅力でこんな場面でも光るよねっていうのをまあちょっと話していこうかなとも思っているので、結構ねそのまだパーボスシスター倒してないとか、テネトフラックスライフル持ってないなっていう人はちょっとぜひゲットしてほしいなと思いますね。あの普段使いからできるので、そのなんつうんだろう、スタンダードというか、まあ、全然強いんだよ、スタンダードじゃないんだけど能力面まで見たらね。ただそういった気持ちで、あーなんかプライマリー何使うかな、あテネトフラックスライフルでいっかみたいな、そんな感じであの選びやすいので、そうそう癖がないっていうのかな、うん、まあそんな感じですね。まあ最後はね、クバ要塞の潜入ミッションになりましたけれども、まあなんかね調子悪かったんでこの時見つかるし、なんかうわーなんかうぶーっつってバーって行くんだけど乗れないし乗っちゃうしみたいななんかねこれ大丈夫かこの時の俺みたいな、うん、まあ、わかんないけどね、基本的に俺こういうムーブしてんのかもしんないけどなんか大丈夫この人って思って、ちょっと俺じゃない人がプレイしたんじゃないかってちょっと思っちゃったんだよなはい、まあそんな感じです。で今ねさっきも言ったんですけれども、ああやって敵をほっといても全然大丈夫です。この武器ここもグダってんだよね、パーンっつってはい、まあテネトフラックスライフル一丁でもやっぱソーティーをね攻略するポテンシャルがあるっていうことは、結構その鋼の道のりとかでもやっぱりその参戦できるような武器だったりするので、すごくおすすめですね。うん、まあ大体ねそのパーボスシスターから手に入れられる武器っていうのは、その切断付与すると結構火力がバカに伸びたりだとか、まあそういうのもあるんですけど、まあ最後もねちょっと俺打ちたすぎて終わってんのにキャッハーになっちゃうんだよね。うん、やっぱそういう魅力がありますねこの武器には。なんかその人間の感覚として使ってて楽しいというか、普通だったらもう帰りたいじゃないですかこんなの、もうクバ要塞も疲れたなっつって、なんでレベル100でクバ要塞の潜入なんだよって思ってるところなんだけど、逆にキャッハーっつってテネトフラックスライフルって言いながら戦いたくなるという、まあ、そういうのがありますね。ぜひ皆さんにはちょっとおすすめの武器だったんで、あこいつをねメインで使ったところっていうのもソーティーで取りたかったって感じですね。まあ元こそでこんな感じになってますけれども、ビルド紹介動画別途ありますので、そちらもね、ご覧ください。ハピネスダークのハピネスでした。ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かった、参考になったという方はぜひ評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。またこうした参考になるような情報とか、いろんなソーティー攻略の様子も、更新していく予定ですので、ぜひチャンネル登録ともよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。